1時あと5分やべえ、あと5分あと5分やべえ、あ、ここだ。間に合わないかと思った。マジでよかった。受付でこのトークンを4ドルで買って使います。これが洗濯機、これが乾燥機。
Thank you.
ここまでご覧いただきありがとうございます。この後無事に日本へ戻ってくることができました。成田に着く直前に虹が見れたんですよ。これはちょっと嬉しかったです。今回オークランドではずっと外食だったんですけど、どこも美味しかったですね。しかも思ってたほど高くなかったです。1日目に行ったのがアルマっていうスパニッシュレストランで、こちらは Google マップで見つけたんですけど、評価が 4.7 でめちゃくちゃ高くて、実際すごく美味しかったです。友人と2人で行ったんですけど、ワインを1杯ずつ飲んで料理を3品ぐらい頼んで、1人5500円くらいだったと思います。翌日は3人で出かけてて、お昼に行ったメルバっていうお店でこちらのお料理を頼んで2340円でした。夜は2軒行ったんですけど、1軒目で生牡蠣と飲み物を1杯ずつで、この時サービスアワーでちょっと安かったんですかね、1人2200円ぐらいでした。2軒目で料理を3品頼んで、ワインはまあ1杯だけ、これで1人3000円ぐらいでした。お酒をそんなに飲んでないからっていうのが大きいと思うんですけど、昼2000円ちょい、夜5000円ちょいって考えると日本とあんまり変わらないというか、もっと高いと思ってたんで、これは意外でした。前回の動画でですね、キャンピングカーのレンタル料が1日あたり1万3000円ぐらいっていうのを言ってたんですが、コメントで今自分で調べたら4、500ドルするんですけどっていうのが来てて、あれって思って私の方でももう一回見てみたら、本当にそのぐらいの金額なんですよ。よく考えたら、あ、季節が違うなって思って、私が行った時期ってちょうど8月の終わりから9月の初めだったんで、冬の終わりだったんですね。だから季節柄安かったみたいです。同じサイトで時期変えて検索してみると全然違う値段で出てきました。なので夏に行く場合は金額がかなり変わるので、皆さんお気をつけください。今回の動画でニュージーランド編は終了となります。これからしばらくは日本国内での車中泊動画が中心になるかと思います。海外はね、また行きたいですね。皆さんはどこか行きたい国はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回、ご視聴ありがとうございました。